この前も消防現像を読んでいくときにね、世間的言葉と仏法的言葉と、それの消防現像の話はどこまでも仏法としての言葉の使い方なんでね、この故郷っていう言葉一つでも、古道具屋の骨董品屋の古かんじゃないんだってことね、これが故郷っていうだけでもって仏法そのものを言う、でそういうことを言ってきてるわけですが、ここでもね、世界勝つっていうのがその広さですね、あるいは一条一尺、あるいは家老多少、老所脚根、それから地っていうのをね、みんなこれ仏法としての言葉として読んでいかないと話はわからない。でまあそういうことを順々にお話ししていくわけですが、まずね言わなきゃならないの、説法主に指名していた世界広きこと一条なれば、故郷広きこと一条、ね、世界広きこと一尺なれば、故郷広きこと一尺と、この広きっていうのを勝つっていう字ですね、これがね、こうっていう広さっていう字ね、こうと勝つとどういうふうに違うか、まあ次元で調べてみると、こうっていうのは今日ですね、狭いっていうことの反対、それで限りなく広いっていう、ところが勝つっていうのはね、両方にこう限りがあって、そしてその中で幅が広いっていう意味なんだそうだ。それは字の形見てもそうだね、まず角釜、この勝っていう字はね、このテキストでは三髄編書いて門角釜へ書いて中に下っていう字が書いてあるけど、これは俗字なんで、本当の本字は角釜へ書いて、そしてその中に三髄書いて下、要するに角構えの中で、その中にその勝つっていう字ですね、この勝つっていう字はね、これも私その漢字っていうのを興味持ち始めるとこう調べてみると面白いもんね、三髄編に下っていうか書いた、この下っていう字の出来具合も二通りあるんだそうだ。口からね、こうこの口があるでしょ、そこからこう突出してる、このこれ下から口からこうやって出すから、それでこのこういう舌っていう字がある。それとね、もう一つね、この舌っていう字ができるのに、この氏神様の氏だね、それ書いて下に口を書く、この形と二つあるんだそう。これが、また転じてこういう風になった。それでこれは下ですね、これはね、生き生き働くっていう意味なんだそうです。で例えばごんべんに舌つけると話っていうのはね、この言葉が生き生きとこう喋るような、ね、あるいは手辺つけるとくくるっていう字になるでしょ。で、そういう調子にね、で今三髄辺つけてるんだから、水がこう盛んに活動するっていう意味で、それで生きるっていう字になってる。それで例えば活気とか活
発とか快活とかっていう、あの活っていう字はだから生き生きしたいっていうことね。角構えの中で生き生きしてるっていうんだから、あらかじめこう外の範囲は決まってんだ、その中で生き生きしてるっていう意味ですね。つまりあの世界活っていうのは中身内容が生き生きした深さを持ってるっていう、そういう意味になるんですね。だから例えばここで世界広きこと一条なれば故郷広きこと一条、世界広きこと一尺なれば故郷広きこと一尺、故郷は毎度も言うようにその生き生きした生命の実物だ。で結局だから我々がですね、あの我々の生きてる世界が生き生きした中身持ってれば、その生命の実物としての故郷も生き生きした中身持ってる、こういうのそれで早い話が、まあ世界と故郷と一つだっていうことを言ってるわけですよ。で一条これを世界という、世界はこれ一条と、一尺これを世界とする、世界これ一尺なる、こういうこれ面山さんの中によるとね、一切の法はね皆こちら側の危険ですね。危険っていうのは機械の危ですね、働きってこと。それから剣は見るってことでしょ。こちら側の働き、それからあるあるいは見方、それによってですね大にも小にもなるっていう注釈があるね。それでしかもね、あの法は衆生の処置の量に従う、向こうに定尺はないっていう注が書いてある。普通我々はね定とか尺とかっていうと、あのまあ今の若い人定とか尺とか言ってもピンとすこないかもしれないけど、まあベートルとかあのセンチとかいうことだ。これあらかじめねそういうふうにあの決まってるってことはないわけですね。そういう決まったものがあるわけじゃなくて、結局ねあのいつも私が言うように、もう自己はこの世界をね生命体験するところに生きてるでしょ。だから世界は自己にそういうふうに生命体験されるところにあるんだ。で自己と世界とっていうのはね全く一つだっていうことです。それがあのだから世界広きこと一条なれば故郷広きこと一条、世界広きこと一尺なれば故郷広きこと一尺、つまり我々が普段使っているあの情とか尺とかっていうその言葉を借りてね、世界と故郷とあの一枚のものだっていうことを言おうとしてるわけだ。普通はこの向こう側にある世界っていうの、てかそれに対して俺っていうのはまた別口にあると、あるいは自分っていうのはもうここにあって存在は外にあると、こう別々に考えてるでしょ。ところがそうじゃない、これは全く一枚のものだっていうことをね、仏法っていうのはそれなんですよ、一番大切なのはね。そこのところあの今世
世界広いこと一条なれば故郷広いこと一条、世界広いこと一尺なれば故郷広いこと一尺とこうまあ言うわけ。もう最近ね、フランソワ・アルベール・ビアレっていう、これは本当はフランス人ですがね、フランスでもって哲学博士だ。それから ピアール・ド・シャルダンっていう人がいるけど、その人なんかと一緒で働いてた人だ。それがティアルド・シャルダンが死んでから今デシマンさんとこ行って座禅に習って、それから安泰寺来て、で安泰寺4回ぐらい来たと思うけど、最後にはね私より4つ年が上なんだけど、雲水修行するっつって、その座禅もそれから白髪も三も一緒にしてね、だから60いくつの頃ですよね。それでその挙句に私トムさんと一緒にそれから得度したんだ、だから私の弟子になった。この人がね昭和52年だねに死んじゃったんですがね、あの人が生きてると面白いんだけど残念だったけど死んじゃった。この人がね昭和46年に全もう一つの斜面っていうね本を出したんですよ。そうしたとはこれ本初版に出した時から非常に評判になってね、フランスやドイツやねベルギーでもって放送されて評判の本になった。それから52年に また改訂版出して、でそれには安泰寺で自分が修行して、それから得度した時の記録なんかも載せてんです。そういうところが、それのね日本語版がね今度春秋社から出した。で私に序文書いてくれって、そうするとその本読んでみると私の話なんかも出てくるもんね。そうするとちょっと重はゆいじゃない。でまあそれならっていうか、しかもねその序文をねページ数から言って少したっぷり書いてくれって、20枚ぐらい書いてくれって思うんだから、何序文ってねそんなにたくさん書けるもんじゃないんだ本当はね。それで考えてその頃の安泰寺っていうね文章を書いたんだ。ビアレさんが来てるこのたくさんのヒッピーたちがわんさとこう出入りしてるね、その頃の安泰寺、どうして安泰寺がそんな、安泰寺って無収入の寺なのからね、それなのにそうわんさと出入りしてるのにただ飯食わせて外人たちもただ飯食わせたんだ、そういう話書いた。まあそれは余計な話だとにかくところはね、今言いたいのはそのビアレさんの本をこうやって全部読んでみてね思うのにね、ヨーロッパ人っていうのね、今のヨーロッパ人っていうのはみんなね二元論に苦しんでんなっていうことですね。これヨーロッパの思想っていうのはね、ヘブラ宗教的に言えばヘブライからの続きね、哲学的に言うとギリシャからの続きです。ところがヘブライズムも
神と人とこうはっきり分けてる。それからギリシャの場合もその俺自己と自然とっていうね、あのはっきり分けてる。だからギリシャ時代の、哲学者はみんなペリピューシスっていうね、自然についてっていうだけがテーマなで、自己と自然とってこう分けてるでしょ。それからあのそれが近世に入ってくると主観と客観とってね、分ける。あるいはあのデカルトあたりでは物と心とこういうふうに分ける。それでね、この二元的に見ることをね、絶対的に疑うべからざるものというそういう前提で見てるね、このヨーロッパの考え方はね。ところがね、そういう二元論でね、まず自分を縛り上げておいて、そしていかに神に到達するか、これかあらかじめ神様と俺と分けておいて、そしていかに神に到達するかっていうか、それから客観と主観とってはっきり分けておいて、いかに客観的知識を主観がね、その到達するか、客観的真理にいかに主観が到達するかっていう、それまた悩んでる。それからあの自分と他人とって分けておいて、いかに自分が他人を愛するかってね、これも悩んでるね。その自分と他人とってはっきり分けておいて、愛するっていうことから愛しようとしたら、キリスト教の言うように犠牲っていうよりはしょうがないもん。俺を犠牲にしてあの他を愛するっていうよりはしょうがない。ところがその俺は犠牲になりたくないって話が今度はこう、反対に働くじゃん。ほいでね、ビアネさんの本を読んでて、私つくづく総結論としてそう思った。ヨーロッパ人、今のヨーロッパ人というのはそういうその二元に苦しんでる。で、二元っていうやつはあのあれですね、どうしても最後まで二つな、それで一つにならない。まあティアールド・シャルダンというのはカトリックの神父さんだった。それはあの破門されてんじゃない。それだからビアラさんの本もあの一頃フランスから出なかったと。それでドイツの方が先で、それでそうやってビアレさん苦しんだ挙句に今度あの座禅の方へ入ってきたわけですね。ところがね、仏法としてはね、初めからねそういうふうに二つに分けた話じゃないんだ。この主観と客観、自己と世界、自分と他人、物と心、あるいは凡夫と仏っていうのね、それを分ける以前のところから出発する。もう決してね、これから修行をして初めてそういう一つの世界に到達するっていうんじゃないんだ。初めから実物なんだから。実物って言ったらね、そういうの二つに分かれる以前、その実物から出発するのが仏法だ。でもいや私は凡夫でって言うけれど、その凡夫と仏と分かれる以前のところが私の実物だもん。何も、凡夫ってあらかじめ決まって生まれてきたわけじゃないんだ。で、あの凡夫だって決まって生きてるんじゃない。凡夫と仏と分かれる以前の生命の実物で生きてる、これが大切だ。そこから始まる。だから初めからもう十方仏土中、どっちどう転んでも仏の御命、生死は仏の御命だ。そこから出発する。で、だから一心一切法、一心と、これね、私が生きてる
生命というか、それはあらゆる一切法、あらゆるあのこの世界存在、これはね初めからそうなんで、修行してから後初めてそうなんじゃないんですよ。そこが大切だ。ところがみんなそうじゃない。このうっかりすると私は凡夫だ、迷ってる、だから修行するんだ。そして悟りを向こう側に置きゃ、これやっぱり二元論。それでそんなんだったら悟りにどうせ旧大しっこないもんの悟りと迷いと別れる以前の生命の実物を今ここで生きてればこそ、それをただ深めていくっていう話なんだからね。そこが仏法として一番大切なところ、うん、それをね分かりやすく言うために、私はだからその自己はこの世界をもって生まれてき、この世界をもって生き、そして死んでいく時にはこの世界をもって死んでいく、自己中それほど自己切りの自己だっていう話するわけね。これは非常に話は分かりいいわけだ。ところがそうじゃない、みんなねその私の話を聞いて、それはその独我論だ、関連論だ、有心論だっていう、それはあらかじめ物と心、それから自分と他人とこう分けた概念の上から、私は私の世界を持って生き、私の世界を持って死んでいくんだって、そういうふうに受け取れば、これはそれは関連論だ、有心論だ、独我論だっていう話になる。あらかじめ分けといて、その概念でもって私の言葉聞くんならね、そうじゃないよ、初めから天からこの分かれる以前と、いやその成長の家なんかはその点もはっきり物と心、自分と他人って分けておいた、あれでもって仏法の言葉は分かりやすくするって言ってね。だからそうなったら物体は心の影っていうようなことを言って、そのこれは確かに関連論だし有心論だしね、その独我論になっちゃう。そうじゃない、初めから二つに分かれる以前の方が先だもの、我々事実として二つに分かれる以前の生命の実物で生きてるんだ、ここが出発点だ。でだから仏法としてはね、初めからそういう二元を見ない。で弁道話にもあったでしょ、 仏道を仏道は 自他の 自分他人ですね、自他の嫌悪をやめて学するんだ、初めからそう自分他人という、それを 見ないで自他分かれる以前のところから出発。それ一旦負けちゃったらどこまでもね、いわゆる遠いの矛盾に陥るだけだ。この夏ね、あの私にあのちっちゃい このくらいのおもちゃのラジオをくれたやつがいます。の私のところあのテレビはないしさ、ラジオはもちろんなかったの、このちっちゃなラジオでももらうとこれやっぱり便利だ、そういう文化器具、やっぱり文化器具便利だなとというのはね、あのあれなんですね、以前安泰寺に始めるキティ台風、台風っていうのは来たことあったね、あれは猛烈に大きな台風だって言ってね、前宣伝が新聞に出てたもん。うわーすごいんだな、吹っ飛ばされないように釘付けにしなきゃと思ってね、そしてカンカンのやってるところに沢木老師が帰ってきた。で何してんだってね、あの、今キティ台風っていうのが来るから、その塔を打ちつけてんだって、のんきなやつだなって、もうキティ台風っていうの割れちゃって、
もう終わったんだって老人がされてたなんだっていう話だったけど、 それからそれに類すること、あの台風の時毎度そういうこと多いもん。新聞を見てるとね、どうしても半日か1日遅れるんです。ことに今年の台風は大概日曜日に来た。本当日曜日は夕刊がないでしょ。だから日曜日の朝刊見て、あ台風来るぞっていうね。で夕刊ないからどの辺に台風がいるのかって言って、これあれして、あともう住んでたってね。それがラジオがあると、この ちっちゃくてもおもちゃみたいなラジオをちょっとやると、あの今どこ行ったっていうのが分かるんでね、大変便利。それであのこれはいいもんだと思ってたら、そしたらこの前、この先月だったかな、新聞にね、ラジオにがんと戦う人々っていうあれがあるっていうのが別口に出てた。ああそれラジオだ、あのラジオなら俺も聞けるじゃん。それでちょうどその時来たお客さんもいたけど、お客さんも一緒にそのラジオ鳴らして聞いてたね。そしたらそのがんと戦う人々っていうのは、いろんなこうがんの患者のね、そのあれですね、実際をこう録音しておいて、でそういうのを配列しながら、ある一人の人だんだんこう絞っていってね、ある一人の人が最後までがんと戦いながら正々堂々と死んでったっていう話してね、でその結論としてのがんは我々の肉体を奪うが、我々の心までも奪うことはできないというね、そういうのが結論だったね。で、確かにこれね、いい言葉だ。いい言葉で、いかにも大衆受けするなって私は思った。いや、大衆っていうのはね、その自分が無力だから、そのいよいよね、力のある人を賛同するっていう面があるね。あの人殺さ巨人大砲卵焼きっていうあの言葉が流行ったじゃない。要するに卵焼きが好きなその子供たちは巨人とか大砲とかっていうね、そのあれですね、力のあるあの圧倒的に強いやつが好きだっていう。本当はね、大切なのは自分自身ですよ。ところがその大衆っていうのは、子供みたいな大衆は自分のことは考えない。で、あるいはね、その自分自身が弱ければこそだ、外に向かって、自分より外に向かって力の強い人は憧れるという面があるね。もうまあ小説でもそうだ。自分はその貧乏人でさ、そのあれ裏長屋でも住まってるから、その豪勢な、まああの金持ち階級のお嬢さんの話なんかをその別品でその、たくさんの男にモテるお嬢さんの話なんかを、自分はへちゃのくせにそういう人の、 あの小説好むじゃない。ところが本当はだ、大切なのは自分だ。そして自分としてはだね、今言うがんは肉体を奪うけれど心までも奪うことはできないって、これはいいと思うってことね。ところがそれを自分に当てはめてみろって言うんです。私ならそう言いたい。そうするとね、そのいざそういう言葉いいなと思っていてもだ、いざ自分ががんだって話になったらね、
あのこれはたまらないって、まあ私みたいに弱い人間の方が多いんじゃない、結局は大概のやつはその、癌にも負けない強靭なる精神を持ちたいとこう思っていて、しかしはあのそうはなれないっていうね、それが遠い、遠いっていうのはまさになすべき。まさになすべき、まさになすべき何人、まさになすべきがなるがゆえに何人なしあたう、これそれはカントが言ったんだね。ところがヘーゲルはそれに付け加える、何人なすべきがゆえに何人なしあたうと同時に、何人なすべきがゆえに何人なしあたわずって、ヘーゲルの方がちょっと上だね。そのヘーゲルの方がもうちょっと深く見てる。でつまりね、みんなね、あの観覧者、見物人としてはそういうのが好きなしかしながら自分としては弱いということね。それでなるべくだから自分に当てはめない話の方がみんな好きだ、大衆ってやつは。いや今野球が好き、あの野球が流行ってるっていうけど、みんなそれじゃあ野球するのかっていうと、そうじゃない、野球を見に行くのが好き、あるいはテレビで見てるのが好きっていう、そういうやつが流行ってるんだ。野球するやつもまあもちろんいるだろうけれど、それでも大概はその野球をテレビで見てるだけだ。天皇陛下がお相撲好きって言って、しかし天皇陛下が相撲取るわけじゃないな。天皇陛下が相撲取らしたら、あれはまあどう見ても簡単にあのすっ飛ばされちゃうと思うな。で、そのそれと同じで、その自分自身の話って言ったら、自分自身が癌になれば慌てふためくだけだもん。だからあんなのね、このいわゆる世間の人の話って大概だから、あのまあああいうラジオ聞かなくても同じだってことはだけ分かった。それはあの、つまりね、そういうふうに自分に対する向こう側の話としてというときにはもう二元的になる。そしてその自分に当てはめてというときには、そうなりたいんだけどなれないっていうね、そういう、これが遠いな。これね、宗教の問題は根本的にそれなんです。だからあの聖書のね、新約聖書のロマ書にパウロが言ってるの、我内なる人にては神の掟を喜べと、我が死体のうちに他の乗りありて、我が心の乗りと戦い、我を死体の中にある罪の乗りの下に取りことするを見る。ああ我悩める人なるかな、この死の体より我を救わん者は誰ぞっていうね、あのこれあのパウロのロマ書としては、もう本当に生き生きした表現だ。ただ私の引いてる聖書の言葉は文語体の聖書だもんだからよくわからないかもしれないけど、その我々ね、その本当に心のその中心部から言ったら神様のことを願ってんだ。ところが自分の体の中に他のね、なんかその存在が、そしてその他のものが、神様とは違ったものが私の体を虜にしてるってことね。そしてああ我悩める人なるかなって言って、本当にね
自分が神様を願いながら神様と違った肉体的なことを考える。それで我を救わん者は誰ぞって言う。これがね、宗教の問題の根本だと思う。それがそれをまたはっきり言ったのが今言ったヘーゲルの何時なすなすべきがゆえに何時なしあたわずで、ヨーロッパのね思想史っていうのね、結局今も言ったようにもう神と自分とってもう分けちゃって、それから主観と客観とって言って分けちゃっているから、それ乗り越えること力が出てこない。どこから出てくるのか、それがヨーロッパの思想の根本問題だと思う。でだからこの次の時代は仏法でなくちゃならないっていうのはそこなんですよ。私のようにもね、仏法っていうのは初めから今言うように物と心、生と死、それから自分と他人、悟りと迷いと、そういう二つに分かれる以前のその具体的な生き生きした今ある実物から出発するんだね。その二つに分かれる以前のその生命の実物が生きたり死んだりさせんだから事実で、それはね、思っても思わなくても信じても信じなくても、そういう二つに分かれる以前の力が我々を生き死にさせてるんだって、この絶対事実ですね。これが命の深さだ。で、それから出発してその命の深さに向かって奇妙する。この奇妙っていうのはね、命に帰る。これ伊福先生がこの奇妙っていうのは生命に帰るものですね。言われたけどね、本当にこれ命に帰る。この命に帰るっていうことが根本だ。で、奇妙っていうのはナムだ。それでナムって言った時にね、ひとたびナムを唱うればすでに皆すでに仏道を成ずってね、法華経にある。つまり本当の命の我々生き死にさせてるその命の力ですね、その生命の力に変えるっていう、ナムってこう手合わせた時にもうすでに仏道を成じてんの。嘘だと思ったら法華経の方便門だったかな、序本だったか方便門だったか、初めの方に出てます。ひとたび南無を唱えれば皆すでに仏道を成じ、それでもう仏道を成じたらそれで終わりかっていうんじゃない、そうじゃない、そこのそういう仏道をどこまでも深めていくっていう、これが仏知見の開示誤入でしょ。それでそれをね、だから、どっちへどう転んでも生じは仏の御命だ。どっちへどう転んでも仏さんの御命の中に生きて、その事実の上に、絶対事実の上に立っていかにその仏の御命を深めていくか、これが大切なんですね。だから修行してそれから悟り開くっていう話じゃない、初めから仏の御命を生きているっていうその証だね。これ証っていうのは実証、証拠っていうその証、その証の上に立って修行していくっていうんで証上の種っていうの道元になる。それでそのこの主観と客観、生と死、自己と世界、自分と他人、物と心、
あるいは仏と凡夫、迷いと悟りという、もうそういうもんが全て二つに分かれる以前のそのところを今ここで、世界広さ一条なれば故郷広さ広彦と一条、世界広彦と一尺なれば故郷広彦と一尺、こういう、ね、だからつまりその中身内容が生き生きしている、生命の実物としても生き生きしているとこういうことです。でその次に二根の一条を言う、二根の一尺を言う、さらに異なる尺条にはあらざるなり、これは今一条あるいは二根の一尺と一条一尺と言ってんのはね、さらに異なる尺条にはあらざるなり、普通に使ってる条や尺であって決して特別な条や尺じゃないとこう言ってるように見えるわね。ところがこれがまたそうじゃないんだ。この先例前人のね、先例さんっていう人はもう道元前人に直接ついて、そしてあのお聞き書き書というのを書いてる人、その人の先例さんの注釈によると、二根の一条を言う、二根の一尺を言う、さらに異なる尺条にはあらずというは、たれ人かありて定むべきぞや、その人を別に置からざるを二根と指すなり、言われてるね。これ一体どういうかっていうの、今条とか尺とかってね言う、ところが情とか尺とかっていうのが誰か初めにそういう度量の単位を決めたに違いない、誰かがそういうふうに情だ尺だっていうね、度量の単位を決めたから初めて情だ尺だっていうのが、ところがその限りはその結局は人間の中途半端な約束事でしかないという、いいですか。それでそういう中途半端な人間の約束事の話じゃないのが仏法だから、そうなってくるとそういう中途半端な約束事を置かないことを二根というと、今二根という言葉はそういう意味持ってるんだ。まっさらな二根、でね、その点ね、いつも言うように仏法の話は中途半端な話じゃない。そしてそういう中途半端な上だ尺だっていう決められた度量の話じゃない。そうして上だ尺だっていうことを見ると、そうするともう二根以外ない。つまりこの場合一条だ一尺だっていうのも、その結局生命の実物言ってることだね。だから聖宝現像の口語訳っていうのはこの頃流行ってるけど、口語訳でもってただ条だ尺だって言ったって仏法の話だのにならないってことだけはよくわかるね。その本当に大切なのは仏法の言葉として読み直さなきゃなんないんだ、全てね。でこの因縁を参学するに、世界の広さは世の常に思惑は無量無辺の三千大千世界および無人北海というも、ただ少量の事故にしてしばらく倫理の彼方を指すがごとし、まあ、このことをねどうか参学してみると、世界の広さというとね、普通には無量無辺の三千大千世界っていうこと考えちゃう、空間的広がりを考えてるもん、あるいは無人北海でね、その自分に対するこれただ少量の事故にしてしばらく倫理の彼方を指すがごとしっていうのはね、
自分に対する向こう側の空間的広がりの世界を考える。で、そういうものはね、向こう側の今言うその俺とは別の外側の話っていうのは、もうこのちっちゃな自分の頭が測ったことでしかないんだから、これがまた中途半端だ。そしてこの世界を念じて一条とするなら、そういう観察者として見た向こう側の世界を念じてだ、取り上げてそれを一条とするのだと思うちょっとね。でこの家に説法いわく故郷広きこと一条なれば世界広きこと一条なりと、そういう意味でその向こう側の世界としての情だ尺だっていう、そういう言葉だと思い込んで、その説法が世界広きこと故郷広きこと一条なれば世界広きこと一条なりとと言ったと思うというのね。この一条を学せんには世界かつの一端を堅守すべし、そういうふうなね、情の一条の学び方では、世界かつの一端の一端を堅守すべしというのは一端の見方でしかないというのね。一端の見方にこう滞っちゃってる。本当に現生の生命の実物見ていない。また故郷の道を文殊するにも一枚の白氷の剣をなす。故郷っていうのはね、いつも言うように本当に生命の実物を故郷って言ってるね。その生命の実物の故郷っていうことを考えるんでも、その故郷っていうから一枚のね、平面的な一枚な紙、薄氷みたいなものを考えてる。しかにもあらず、一条の活は世界の活、一条に動産ないとも良好、必ずしも世界の無端に政権なりや動産なりやと工夫すべし。これね、一条の活って、これまあ故郷の一条の広さですね。故郷の一条の広さは世界の一条の広さに同算なりとも一緒であっても、行行というのはね、これは行というのはなり、それから行というのは内法という注釈には小なんて形っていうね、小というのは象の字書いて小形っていうことです。だから成り形のことを行行、行行必ずしも世界の無端に政権なりや動産なりやと工夫すべし、何から何までね、限りなく等しいのか、故郷と世界と何から何まで限りなく等しいのか、どうか。これはね、今白氷の剣をなすっていうか、それについてだ。そういう薄っぺらな見方しちゃダメだってことだ。故郷っていう生命の実物は、いわゆるニコンの実物は、無限に工夫すべき深さの世界なんだね。世界っていうのは世界。しかしながら故郷って言った場合にはね、ここに無限に工夫する深さの世界がある。一枚の白氷のようなもんじゃない。それからさらに故郷はさらに一か所のごとくにある。原社の尻禅師が人実法会はこれ一家の名字って言われたね。だから故郷は一家中のようなものか。そうでない。名字を権下することなかった。名字って言うから明るいのかって言うけど、そんなもんじゃない。公園を堅守することなかった。
玉ってなんだから丸いもんかと、そんなもんじゃない。人実法を書いたとい一家の名字ないとも故郷に等しかるべきにあらず。いや、人実法会は確かにその一家の名字であるとしても、今言う故郷という場合はそれと一緒じゃない。というのはね、故郷は故郷、一家の名字は一家の名字、そういう比較しちゃいけないんですのが故郷。あれとこれとってね、みんなこう比較したいところが、あ、これは一家の名字のこと言ってるんですねって、そういう言葉が言葉で返されちゃダメだ。だから一家の名字は一家の名字、故郷って言ったらどこまでも故郷。しかあれば故郷は古漢の来年に変われず、縦横の霊楼に上々なり。古漢っていうのは故郷は古来古言、寛大寛言っていうのは出てきたね。で、しかしながら古来古言、寛大寛言ではあるけれど、その来言に変わらないところが故郷だ。縁に大切して照らすという故郷、それそういう縦横の霊楼に上々なりと、縁に大切して常に明らか霊楼である。で、上々っていうのはね、小枝がこうたくさんこう乱れてるっていうね、そういうのが上々っていう、この小枝がいちいちはっきりしてる。で、他にあらず大にあらず、そういう小枝が量がたくさんあるか多いかたくさんあるかというね、そういう多い少ない大きい小さいの話を言ってんじゃない。すべて照らして、かつはその量をこするの、今言うかつね、これはその深さを言ってるんだ。で、こうを言わんとにはあらず、こうっていうのね、言う字は今日ですね、狭いと対して、今勝つっていう時にはそういう狭いに対する広さじゃない。勝つというは世の常の二寸三寸を言い、七個八個をと数えるがごとし。今言ったようにその勝つってやつは角構えがあって、その周りはこう一つ限定されてんだ。しかしその中身の深さだからね。だから普通のように二寸三寸七個八個と数えられるわけで、仏道の算数には大五不五と算数するに二行三行を諦め、仏仏祖祖と算数するに五枚十枚と現状する。一条は故郷かつなり、故郷かつは一枚なり。仏法でもってその仏法の数え方はね、もうあらかじめね、無数量を一つにしてこう数えるんだから、それで大五っていう一つ、不五っていう一つってね、ところが大五は大五で無数量、不合は不合で無数量、そういう数え方ね。それで仏仏祖祖と算数するに五枚十枚と現状する。だから私はね、大体あれだね、仏教の本座の悪口を俺佐々木朗しかなの続きだ佐々木朗からの続きで仏教の本座の悪口ばっかりよく言うけど、しかし私ね、同時にね、他の人の宗門は知らないけれど、その曹洞宗の盆さんね、おだてるわけじゃないけれどね、そう悪い人ばっかりいないですよさすが道元門下だってこうね思われる盆さん、いわゆる地方の寺院にね、にもたくさんいる、私の知ってるだけで。それでこれは目立たないもん
目立たないけれど檀家の人たちにそれから二次身辺の人たちにもさすが道元門下だと思われるほどその徳の高い坊さん確かにいるもん、うん、そして あそこにもいるあそこにもいるとこう数えるでしょ。これその坊さんの徳は深いんだ。これそう数えられるもんじゃないです。しかしながらあの坊さんこの坊さんってその徳の高い坊さん一応数えられないことになる。これこの辺ブツブツソソと算数するに5枚10枚と現状するってね、ブツブツソソって言うといかにも話が宙に浮いちゃってね、我々に親しさ感じられない。だけど実際に盆さんのことをね考え、いや悪徳の盆さんもたくさんいますよ、忘れないで悪徳の盆さんの方がそれは多いけど、しかし徳の高いね盆さんがやっぱりあの地方にいて目立たないけど本当にあの慕われている盆さんっていうのがいる、たくさんいるもん。そういう人にこう、まあ、ブツブツソソって言うと向こう行っちゃうから、今そういう盆さんの話に持ってくると分かるでしょ。で結局一条は故郷かつなり、故郷かつは一枚なり、大切なのは結局この自分だ、自分の話だ、これが一条だ。自己の生命の実物一枚だけが大切。原社の言う家老広きこと多少ぞ、もう故郷広きこと一条なれば、あの世界広きこと一条なれば故郷広きこと一条というのは、まあ説法が言ったら原社がそれじゃあ家老の広きこと多少ぞって言ったわけだね。家老っていうのは今の人家老っていうのは全くあの縁が遠くなっちゃってるからあれだけど、やっぱり昔の囲炉裏っていうのをね考えてますけど、ボーボーあの炉を切ってさ、そこに巻き入れてボー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 燃してるわけだね。それで仏法の中で仏法として家老って言ったか感じはね、般若の大家樹、これが大切だ。般若の大果樹、大きな火のあ、これで樹っていうのは集まりっていう意味でしょ、火の塊だ。で今電車が家老広きこと多少ぞっていうね、この多少ぞっていうのはそれでもってもう数量を超えてるもん、多少という言葉がね、これも仏法のことだ。仏法として見ていかなくちゃ。広くこと、軟弱って言うともう決まっちゃう。多少ぞって言うとこれも決まっていない。だから隠れざる道徳なり、はっきり明らかな道徳だ。千古万古にこれを山岳すべし。今家老を見る垂れ人となりてかこれを見る。今家老って言った限りね、これもあこの家老っていうんじゃないんだ、家老っていうの観察者としてあの向こう側の話で見ちゃダメだ。家老この今自己自身の大家事、あの般若の大家事を考えるじゃなくちゃなんだね。家老がだから枯れ人となりてかこれを見ると、結局家老が家老を見るとなっちゃう。で家老を見るに七尺にあらず八尺にあらず、事故の話だからね、家老はもう七尺でも八尺でもないんだ。これは道衆の自説語にあらず、
動臭っていうのは、まあ、臭心を動かすという、そしての普通の時節の物語っていう、これが動臭の時節語だね。普通にの言葉じゃない。心情特地の現状なく、心情っていうのは珍しい、特地っていうのはわざわざということだね。ユニークな現状、例えばこれ何者か言いもらえない、生命の実物ってやつはね、の概念的にこうはーってこう決まったもんじゃないんだ。七尺だ八尺だってね、決まったもんじゃないんだ。この生命の実物は刻々なんだからね、時々刻々だ。だから何者かこれ言いもらえない、何者かこれ言いもらいっていうのかな。